慶応アシスタントレフェリー木村博之、アシスタントビデオアシスタントレフェリー野村治さん、以上6審判員によって行われます。またマッチコミッショナーは難波文雄です。富士ゼロックススーパーカップ2021、両チーム選手の紹介です。まずはガンバ大阪、背番号1、ゴールキーパー東口正明、背番号4、ディフェンダー宇治原裕樹、背番号5、ディフェンダー三浦玄太、背番号13、ディフェンダー菅沼俊也、背番号8、ミッドフィルダー百瀬康介、背番号10、ミッドフィルダー倉田俊、背番号15、ミッドフィルダー井手口洋介、背番号21、ミッドフィルダー矢島慎也、背番号29、ミッドフィルダー山本裕貴、背番号34、ミッドフィルダー川崎修平、背番号18、フォワードパトリック、控えの選手です。背番号22、ゴールキーパー一森俊、背番号3、ディフェンダー当時ゲーム、背番号27、ディフェンダー赤尾龍、背番号6、ミッドフィルダー朱世城、背番号9、フォワードレアンドロ・ペレイラ、背番号20、フォワード一二和也、背番号32、シアゴ・アウベス、監督宮本スネス。続いて川崎フロンターレ、背番号1、ゴールキーパーチョン・ソンリョン、背番号13、ディフェンダー山根力、背番号4、ディフェンダー JJ、 背番号5、ディフェンダー谷口翔吾、背番号47、ディフェンダー花手レオ、背番号6、ミッドフィルダーチョアン・シリッチ、背番号25、ミッドフィルダー田中碧、背番号8、ミッドフィルダー脇坂ガスト、背番号41、フォワード家永昭弘、背番号18、フォワード三笘薫、背番号9、フォワードナビア、控えの選手です。背番号27、ゴールキーパー丹野健太、背番号7、ディフェンダー古谷慎太郎、背番号3、ミッドフィルダー須賀川宝輝、背番号22、ミッドフィルダー立花田健太、背番号16、ミッドフィルダー長谷川達也、背番号19、フォワード堂野大也、
20Xスーパーカップ2021キックオフまで今しばらくお待ちください。